どうして日本語を勉強していますか？日本で働くために日本語を勉強しています。日本で働けるように日本語を勉強しています。どうして日本語を勉強していますか？JLPT-N4 に合格するために日本語を勉強しています。JLPT-N4 に合格できるように日本語を勉強しています。あなたは何のために日本語を勉強していますか？近くで見るために前の席に座ります。近くで見れるように前の席に座ります。病気を治すために薬を飲みます。病気が治るように薬を飲みます。